戦闘隊。虹色
ビーナスでございますね。ちょっと今日天気がね雨っぽくて冷え込んでいたんですけども、この会場がなんか一気にボルテージ上がってきましたね。ありがとうございます、ね、さあそれではですね、皆さんこうねタオルマフラーですか、タオルを持ってね皆さん応援をしてくださっておりますけれどもね、改めて虹色ビーナスのメンバーの自己紹介をしていただきたいと思います。さあそれでは参りましょうか。まずは浜村圭ちゃん。はい、息切れが激しい虹色ヴィーナス最年長、奇跡のくびれを持つ30歳、浜村圭です。よろしくお願いします。何普通こう年齢とか隠すんじゃないですか。そうでしょう、そこが虹色ヴィーナスの良さなんです。30歳って言っちゃいましたけど。言っちゃいますね、はい。もう何ですか、チャームポイントは奇跡のくびれなんですよ。30歳にしてウエスト54センチです。どうですかお父さん。若い。イエーイ、ありがとうお父さん。お父さん大好き。お父さんこうやってます。はい、ということですけどね、はい、はい。そしてですね、続いては甲斐みのりさん。今年21歳、癒し系マシュマロ系女子甲斐みのりです。よろしくお願いします。マシュマロ系、わかります？マシュマロ系、なんとなくありがとうございます。それでどのあたりがこう締まりのない足首とか、ふっくらしたほっぺたとか、アンパンマンみたいって思ってくれた方はマシュマロ系女子に見えてるはずです。みんなそうですか？はい、なんか特技あるんですか？はい、書道8段。まあ、これも中学生当時の頃なんですけど、今はダメなんですか？今も健在だと思いたい。8段っていうのは何なんですか？どれぐらいのレベルなんですか？一番最高が8段ですね。最高です。はぁ、先生もできるぐらい中学生とかなら。はぁ、関東先生が定めた書道8段です。ほーということでございますけども、マシュマロ系の書道8段です。よろしくお願いします。さあ続いて藤田咲ちゃん。はい、こんにちは、全身筋肉質の咲ちゃんこと藤田咲です。よろしくお願いします。咲ちゃん、マシュマロの次は筋肉質です。さまざまなバラエティで取り揃えております。はい、特技持ち味というのは私ですね、ずっと小さい頃からクラシックバレエをやってましたので、体の柔らかさには自信がありまして、股割り見てみたいか。股割りかな。いいんですかこんなとこでやってもいいんですか。あー、皆さんカメラ構えてる構えてる構えてる。また割り、また割りとかけて先処理と解きます。その心は全身筋肉質でーす。整ってませーん。このワンテンポ間を置いてのイエーイがいいですね。はい、ということですけど皆さん、しっかり動画を押さえてます。これ YouTube アップしても大丈夫ですか？OK 出ました。はい、さあ続いては木村靖子ちゃん。皆さんこんにちは。実はですね、虹色ヴィーナス1のフルカブで、特技は中国語です。木村靖子です。よろしくお願いします。イエーイ、中国語、はい、そうなんですよ。日本人でいらっしゃる。いや、それが、それが、いろいろ、お父さんが日本と中国のハーフで、お母さんがフランスと中国のクォーターです。おー、中国語入ってる、入ってる、入ってる、みんな中国語聞きたいか。じゃあ自己紹介を。大家好、我的名字叫木村宝子、今年是25歳、大家请多关照。よー、先生わかった。私は木村靖子です。どんな手を使ってもみんなから仕事をぶん取ります。違う、こんな感じです。はい、中国語喋る靖子ちゃんです。ありがとうございます。さあ続いてリ
やしかおらんわ。足りんよそんなんじゃ。あ、いいな、盛り上がってる。すいません、今日ですね、一応アイドルグループなんで写真とかビデオ、動画関係なんですけど、どんどんお願いします。できれば YouTube、Facebook なんかに上げてもらって宣伝していただければ助かりますんで、よろしくお願いします。あなたの肩乗りサイズ、あなたのポケットサイズ、あなたの手のひらサイズの恋人、西村あかねです。お母さんも今日来てる。どこ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 、お母ちゃん頑張るで。綺麗。あれ、お母ちゃんも来ておりますけど、この5人のメンバーです。よろしくお願いします。今日欠席が実は1人いるんで全部で6人です。あ、6人ですね、はい、あのね、今聞いたんですけど、リーダーがなんかね、モノマネができるそうなんですよ。モノマネ見てみたいか。何でもできますか。何でもいけます。おー、ちょっと最近一個取得したやつがあって、おじゃあ新作見てます。新作いきましょうか。新作いきましょう。こんばんは、滝川クリステルです。どうですか。似てます。モノマネで一番やっちゃいけない名前を言っちゃうっていうね。こんばんは、滝川クリステル。ジャイアン、ほい、伸びた。あ、ドラえもんみたいな服着てるじゃないですか。今日服だね。違う。じゃあね、他にもまだできます。はい、例えばじゃあ八代亜紀さん。しみじみのむぷしみじみとむ。ジャイアン、ジャイアン、ほい、のび太。じゃあ続いて森永千里。なんとかしてくれるうちのご飯。かわいい。あ、かわいい。ありがとうございます。お母さん泣いてないですか。大丈夫ですか。はい、というメンバーでございますけれどもね、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンバーから皆さんにお知らせがあるんですって。いいお話があるんですって。はい、ちょっと素敵なお知らせがあります。はい、ですね、私たち虹色ヴィーナスなんですが、実はですね、4月から TNC で新しい番組が決まりました。ゴリケンさん、あと山口隆さんとも一緒に共演させていただいてるんですけれども、私たちこの虹色ヴィーナス5人プラスもう1人6人で出演している新しい番組で、初回がですね、4月4日の放送となっております。で、初回のみ1時35分の放送で、で、それからですね、毎週金曜日深夜1時20分放送となっていますので、ぜひよろしければ皆さんご覧ください。はい、この番組ざっくり言うとどんな番組ですか。ざっくり言うと、うん、地域にも密着して、うん、まあそんな情報、地域のですね、福岡の情報も取り込んだ上で、まああとはもうミラクルをどんどん起こしていこうっていう番組です。そうです。番組言ってなかった。番組言ってなかった。はい、あ、いたたた、番組、あ、いたたた、はい、番組名は、番組名はこの TS も来てるんですけれども、うん、ミラクルヴィーナスです。ミラクルヴィーナス、イエーイ。応援の方よろしくお願いいたしますね。4月から新番ミラクルヴィーナスのレギュラー戦決定でございます。はい、さあ、それではですね、続いての曲行ってもいいですか。はい、お願いします。続いてはですね、何かこう春らしい曲をということで披露していた、あれ、はい、いろいろありがとうございますね。はい、続いてはですね、春を感じさせる曲の披露ということでございますけれどもね。俺はもう顔が広いから、はい、さあ、それではお聞きいただきましょう。均等に、均等に、均等っす。
きいただきましたのがチェリーキス、可愛い歌ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、可愛らしい踊りを披露していただきました。歌も披露していただきました。なんかステージだけではなくって、はい、皆さんもなんかこう一緒に楽しめる曲ってあるんですね。よくぞ聞いてくれました。虹色ヴィーナスにはですね、代表曲がございまして、はい、その名も虹色ヴィーナスが歌う虹色ヴィーナスとね、なんとも凝った名前の曲があるわけなんです。この曲はですね、もう皆さんと一緒に一つになりたいと願いを込めまして作りました曲で、途中ですね、ヘイヘイヘイと掛け声がございますので、そこですね、皆さん手を挙げていただきまして、一緒にヘイヘイヘイ3回掛け声をお願いしたいと思います。わかりました。ありがとう、物分かりめっちゃいい。ありがとうございます。せー、ありがとう。せーのと言いましたら、はい、ヘイヘイヘイ3回打っていただいて、このヘイヘイヘイが終わった後の拳はなんとなく下ろしてもらったらいいんです。ヘイヘイヘイで、なんとなく下ろす、はい、オーケー。ヘイヘイ恥ずかしいという方はこの辺でちっちゃくヘイヘイヘイってしてもらったら、もう一つになってる感じが上から見たら分かりますんで、皆さんでやっていただくと、このステージがすごく盛り上がってるように見えますので、今日カメラも来てますからね、ぜひよろしくお願いします。もう一個ありましたよね、確か。虹色ヴィーナス、はい、皆さんですね、 V を作っていただいて、まずはそれを裏返して、裏返し V ね、はい、逆ってお客さんに言われてます、ね、こっちが先、どっちこうでしょ、虹色ヴィーナス、ちょっと説明してもらっていいですか。ヴィーナス、ヴィーナスであげる、虹色ヴィーナス、それさすが皆さん、すごいですね。なんでリーダーが教えてもらってるんですか。これはどういう構図になってるんですか。結構ね、ステージに上がるとハイになっちゃってるんですよね。あ、どんなだったかなっていうのがハイになっちゃうんですね。なんで虹色ヴィーナスと上に掲げていただきますよ、お願いします。これで、わあ上手、あ、 V 作る選手権あったら優勝。さあすいません、雨も降ってきたんでパパッと行きましょうね、うん、はい、はい、八代さん、それではいいですか。しみじみ、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、それでは行きましょうか。さあそれでは皆さんよろしくお願いします。曲紹介をお願いします。I'm not afraid to die.
ちの歌聞きたいですか？はい、はい、そんな皆様にお知らせです。5月6日虹色ビーナス定期公演第2回目を行います。イエーイ、5月6日、5月6日必ず皆さんいらっしゃってください。ここに来た皆さんは強制です。5月6日、場所がキューブリック、はい、大量のですね、はい、ライハウスになりますんで、時間はまだ未定です、はい、まだ終日開けてもらえば助かります。よろしくお願いします。広く開けていただければと思いますね、はい、ぜひライブの方にもお越しください。虹色ヴィーナスでした。ありがとうございました。応援をよろしくお願いいたします。バイバーイ。はい、新番組が始まりますね。毎週金曜日の深夜1時。